行きます。麺と具は別々に炒めてから合わせる。お好み焼きは押さえつけない。あ、ありがとうございます。あ、はい、いらっしゃいませ。日和、楽しそうだね。そうだね、お料理しながらだから生き生きしてるのかも。ぴったりなお題を引けてよかった。うんうん、海の家の店員と料理、得意なお題引いちゃうんだもん。日和、くじ運いいんだ。それとも本番前にやってたおまじないのおかげかな。どっちだとしても日和ちゃんの実力だね。確かに。お題をその場で決めて撮影するのってどういう風になるのかわからなかったけど、ドキドキする感じで楽しいね。ふん、次は何になるかな。はい。はーい。じゃあ一枚ずつ引こっか、マノ。うん。私のは海の家。じゃあ私は。これ。え？めぐるちゃん、どうしたの？お題、膝枕だって。二人とも、一応最後の確認するね。めぐるがマノに膝枕をしてもらって海の家で休憩をしている。そこに私が浜辺の方から近寄ってくる、そういうイメージで撮りたいっていうお話だったから、頑張ろう。ありがとうね、日和。それと、マノにはごめん。私が膝枕なんて引いちゃったばっかりに。めぐるちゃんのせいじゃないよ。もともと入ってたお題だし。それに、ごめんは私のセリフで。あんまり良くない枕だと思うんだけど。マノこそそんなこと気にしなくていいよ。恥ずかしくて緊張しちゃうねってだけで。その二人とも一旦やめよう。これ以上謝り合ってもきっと良くないから。日和ちゃん、マノもめぐるもお互いに悪いなって気持ちとか恥ずかしいなとかがあると思う。でもそれで萎縮しちゃってたらいい写真は撮れない。当事者じゃないから言えることかもしれないけど。ううん、そんなことない。ありがとう、日和。マノ、はい、本当に本当にごめんだし、恥ずかしいし緊張するけど、一緒に頑張ろう。頑張ろう、めぐるちゃん。日和も。うん、二人が頑張ってるのに私のせいで NG にならないように気をつける。じゃあ三人で頑張るぞー。
めぐるちゃん、大丈夫かな？うん、魔のこそ平気？重かったりくすぐったかったりとか全然だよ。でもやっぱりくすぐったい気持ちかも。それはそうかも、だね。行きます。タイミングが合うまで必要以上に生地はいじらない。ここぞという時に手首を使って回転。うわぁ、日和すごい。お店の人みたい。まだ油断はできない。ちゃんと丸くなるように何度かひっくり返さないと。たこ焼き一筋縄ではいかないんだね。うん。マノ？あのね、早く食べたいな、楽しみだなって思って。それは私も。日和店長、焼き具合はいかがでしょうか？待って、焦らせないで。生焼けで出すわけにはいかないから。ごめんごめん、焦らずよろしくお願いします。お願いします。うん、あ、かしこまりました、お客様。おいしい。ほんと外はカリカリで中はふわふわです、店長さん。熱々トロトロです、店長さん。ならよかったです。この間の撮影の時も思ったけど、日和、やっぱり料理上手だよね。上手っていうほどじゃ。謙遜謙遜、もう粉物なんて完璧だよ。粉物マスターだよ。何そのマスター。めぐるちゃん、この前の撮影のインタビューでもそう答えてたよね。え、そうそう。あれ、マノなんで知ってるの？チェック用の原稿が届いたってプロデューサーさんが言っててね、少し読ませてもらったんだ。二人のインタビューどうなってるのか早く読みたくて。そうだったんだ。それでめぐる、粉物マスターって風野さんの撮影を見てどう思われましたって聞かれたから答えただけだよ。手際がいいし、実際に食べても美味しいし、粉物マスターですねって。おー、もんじゃ焼きとか人形焼きとかも勉強しておくべきかな。そこまでしなくても、日和なら必要あればすぐ作れるようになると思うし。でもお好み焼きとたこ焼きだけじゃマスターには。それより私、日和のインタビューがどうだったか聞きたいな。質問とか覚えてる？当日くじで撮影のお題を決めた感想はとか。それは共通の質問だったみたい。そっか、企画のメインだったもんね。日和はなんて？前もっての準備があまりできなかったので不安に思う部分も多かったですが、変わった撮影方法を楽しみにしているところもありましたとか。うわ、
あの時の感じってちゃんと言葉にするとそうなるんだね。私ドキドキして楽しかったですみたいにしか言えなかったや。マノはどう？うん、私もドキドキしちゃいましたって。あと心の準備が大変だったお題もありましたって確かにまさかのお題だったもんね。あれだけは次があるなら先に教えておいてほしいかも。順番的には日和かな。そうだね、私になるんだったら先に教えておいてほしい。膝枕なんて上がっちゃうから。